直流分巻き電動機の計算問題です。発生トルクを求める問題です。計算に使える式いくつかありますが、K ですね、わからないので、今回はですね、こちらの式を使うことで求めることができます。P の出力ですね、18.5 と与えられてますが、条件がですね、こちらの、端子電圧、電気子電流ですね、とは変更して、回転速度を測定しています。その時の発生トルクというのは出力が変わってきているので、その出力をですね求めてあげる必要があります。厄介でありまして、モーターの内部抵抗ですねというのを計算して、その電圧効果分をまたこちらで引いて出力を計算してあげなくてはいけません。まあ、ちょっと言葉で説明してもわからないと思うので、等価回路ですね、等位置でもありました等価回路をですね持ってきて、説明を行います。ここの電源の部分 220V、ここの電気子電流 100A の時 18.5 となっているので、まあ、出力ですねというのは、まあ、ここの電源での出力となってくるので、ここの抵抗ですねというところで、まあ、どれぐらい電圧を消費しているかというと、電流が変わらないので、100A という、出力が 18.5 というところから、電源の分ですね。電圧が何ボルトかを、まずは計算します。はい、こちらの計算式を使ってですね、まあ、単純な P イコール VI ですね、の計算式をしていますが、まあ、簡単ですね。185V というふうになります。そうするとですね、ここの抵抗では何ボルトかというと220からこちら引けばいいので35ボルトですね。35ボルト、100アンペア流れていますということなので、抵抗はいくつかというとオームの法則から割る100として0.35オームとなりますね。はい、計算式省きますが、もうここに 0.35 オームと書いてしまいます。そうするとですね、端子電圧がこちらに変更に変わったとき、出力がいくつになるかを計算するには、ここが 110A 流れた時、ここで電圧がいくつ消費するかというと、単純にかけてあげればいいので 38.5V ですね。そうすると 200V かかっているので、モーターのところに何 V 残るかというと 161.5V ですね。合わせて 200V かかるようになってますという風になって、そうすると出力というのは、電圧かける電流ですね。はい、こちらの計算によって、17,765 なので、まあ、17.8kW と、概算で求まります。ようやくですね、こちらの、式に、値を代入すると、こちらのようになります。あとはこれを計算してあげると、236となって、答えは2番と分かります。